スバル、服を着るようになるという話をしたいと思います。服を着なくなってまた着るようになる。これはですね、何があったかというと、まあ一人暮らしを始めたんですけど、まあ案の定やりたい放題していまして、なんかね、スバルね、夏は大きい T シャツにパンイチとかなのね、で過ごしてたんだけど、実家ではでかい T シャツに短めのズボンみたいなんで過ごしてたんですけど、まあそれが徐々にショートパンツを履かなくなって、まあお風呂上がりとかさ、あ、バスタオル持ってくるの忘れたと、なんか前まではさ、結構さ、なんかお風呂場から服を着ずに出るのってなんかちょっとあれだよなと思ってたから、こうちゃんとね、一応ね、 T シャツとかを着てたんですけども、3日目ぐらいになると、あ、忘れたってなったら、いや走っていっちゃえと思ってバーってね、そのまま行ってたりとかするようになったんですけど、まあなんか最終的に何があったかっていうと、なんかその日もスバルバスタオルを忘れてしまって、てかもうね、バスタオル持ってけないスバルお風呂場に。でそれでわーって言ってバスタオルを取りに行って、でなんかパってね、窓の方を見たらさ、窓がね2つあるんだけど、1個の高い方の窓の方に、スバル、あの神社でもらったそのね、木札を立ててあるんですよ。でそのパって見たら、なんか木札見て、スバル今なんか神様の前で全裸じゃんと思って、冷静になってなんか気まずくなって、高いところに飾ってさ、清潔にしとけって言われた木札の前で、スバル今全裸じゃんって、旗と我に返ってまた服を着るようになりました。気まずくなって一人で、そうで、しかもさ、その横にさ、スバルさ、ホークアイのカード飾ってあるのね。お、推しの前でも神様の前でも裸だとそわそわして服を着るようになりました。わかる。